才能がない人間は努力しても意味はないのか、そこで、詳しくは、才能がない人間は努力しても意味はないのでしょうか。ある人が何も才能がないと思っている人間は才能を見つける努力をしていないからだと言っていたので、いろいろチャレンジを私はしてきました。しかし結局どれもダメでした。人と比べるものではないですが、才能ある人を見ると自分が惨めになります。環境に恵まれず才能のない人間の人生に何の意味があるのでしょうか。これはですね、心理学の世界でもこういうことに関しては検討されていて、それでこういうふうに考えた方がいいとか、心理療法みたいなんですかね、言われてますけど、その中では一つ目はですね、価値観を多様化すべきであると。才能って一体何ですかと。現代では学力、体力、財力、容姿といってごく限られた価値観、それを良しとして、それで他人と自分を比較して才能があるとかないとか決めてると。ものすごく簡単に言うと、お金稼ぐ能力が高いか低いかで人の善悪が決まるみたいなとこがあると、あと容姿ですか、ただそういう確一的な価値観で善悪を見てると自分には何の才能もないってなるけど、その他人に勝つことに優れてる人と優しい人って必ずしも違うじゃないですか。で、優しいって優れてるって字って書きますよね。つまり冷酷に勝つ能力が高い人、これが優れた人なのか、それとも他人の苦しみが分かる、その背景として自分も巻き組みその他で苦しみがある、そういう人が優れた人なのか、そういったことあると思います。だから価値観を多様化させる必要があるのかなと。だからこの世界主流の価値観でやってるとですね、確かに今日本でうつ病500万人って言われてます。だからうまくいかないんですよ。今の現代の社会っていうのは昔の社会で確かに良くなって、それは感謝しなきゃいけないが、まだ非常に不完全な社会です。だって自殺者が2万人、孤独死が3万人、うつ病が500万人、ストレス感じてどうなるか、ウクライナやロシアの戦争を見たら、まあこの日本社会もいいかなと思えるけど、戦争がある前は日本は希望がなくてさ、でアメリカ主導のグローバル資本主義って、そのお金の勝ち組と負け組しか決めらない、なんか面白くない社会だよねみたいに言って感謝も何もないみたいな、そんなそういう価値観と物の考え方で生きてますから、全然不完全なんですよ。それは明らかだと思います。だからその今の主流の考え方、現行の考え方は不完全で、これからどんどん改善されていくとは思います。こういった精神的な苦しみが多いですから、みんな研究してますから、努力してますから。ただ現行では非常に不完全ですよ。それをそのままやっていいというわけじゃないから、そういった意味じゃその心理学とか、それから東洋の伝統の心理学とも言えるヨガとか仏教とか、そういうのやっぱり積極に学んで、さらに加えて自然とかにも親しんでですね、やっぱり何か自分なりの現代人としての新たな知恵っていうのをこう掴もうとしていかないと、なかなか幸福になれないと思うんですよね。で、そういったことなんで、あんまり今の流れを完全だと思い込んで、それにその奴隷にならないようにすべきじゃないかなと思いますね。まあ、今の考え方はですね、その欠点の裏に長所ありっていうようなことでもあるんです。何か優れてる人はですね、それに対して劣ってる人の気持ち分かりませんよね。劣ってる人がその気持ちを分かるわけですから。で、何か優れてる人っていうのは妬みの対象になるから、他人にとっては苦痛ですけど、そうでない人、あなたがそうでなかったら、それは他人の苦痛の原因にはならないわけですね。で、あなたが他人よりも劣ってるとですね、同じように劣ってる人はあなただったら気持ち分かってくれるんじゃないかなと思うんですね。自分が他人より優れて気持ちいいということは、その裏側に他人は自分と違って気持ち悪いっていうのがあって、そして自分が他人よりも劣ってるってことは、そういう人はそう妬ましくも不快でもないという他人にとっての幸福があって、自分の幸福のとセットで他人の不幸が、そして、自分の不幸とセットで他人の幸福があるような裏表があるわけですよね。こういうこう見方をしてもらったらいいんじゃないかなと。その点からみんなで幸福になるためにはどうしたらいいかって、もうちょっと考えていかなきゃいけない、そんな視点があるじゃないかと。だから才能がないことが才能だと、そういうふうに考えられないかなと。で、そうやってたくましく生きてる人結構いますよね。自虐的キャラでね、生きてる人ね、私は何にもできない、それが取り柄ですっていうか、自分をなんていうか自分でバカにできて、でも明るい人っているじゃないですか。
そういう人でたくましいと思うんですよね。だけど画一的な世界観で容姿もダメだし、俺何を考え、お金もないしうだつ上がらないんだよねっていうことは考え方がちょっと硬いんじゃないかと思うんですよ。真面目なのはわかるけど、で融通が効かないっていうのかな。もうちょっと柔軟に多様な価値観で前向きに明るく生きる上では欠点こそ長所で、長所は油断すれば欠点になるんだという視点ですね。優劣、長短、苦楽、表裏という仏教の教えです。二つに分けないわけです。才能がないってことがあるってことで、あるってことがないってことなんだっていう一元論と言われます。これは非常に高度な思想なんですね。あ、高度な思想ってある意味じゃ当たり前なんだけど、昔はそれがまだ今より強かったかもしれない。今はこう善悪優劣が非常に厳しくというか固定観念ですかね、分けられてしまって、でそれが正しいかのようにみんな錯覚しちゃってるんじゃないかなと思います。あとこういう考え方をした上でですね、自分の欠点から長所を引き出したり、それから主流の価値観じゃないところからその自分のこう特性っていうかアイデンティティっていうか長所っていうのをこう培っていこうとしたらですね、やっぱりですね、三日坊主じゃダメなんですね。うん、それをやっぱ3ヶ月3年とこうやっぱりこう培っていかないと。でここで何て言うかな、チャレンジしてきましたが結局どれもダメでしたっていう人のケースの場合ですけど、そうなんか継続的な努力ができない人が結構いるんですよ。チャレンジしたけどダメでしたって言うけど、どうしたですか。いやこれやったけど失敗したんですと。いや失敗して、でどのぐらい努力したの。いやしましたよ、三日坊じゃないですよと。だけどなんか失敗を失敗のままで終わらせてしまうっていうのもある意味じゃ継続努力が足りないのかもしれません。こういう人がいたんですよね。私はその芸術家音楽家になりたかったと。だけどその技術がなかったと、負けましたと。で諦めなかった。その音楽家をサポートする仕事についてね、そういう何かこう何かこれが失敗したら失敗を成功のもとにするってことは、失敗っていうのはいやこれが本当の道じゃなかったんだと、別に道があるんだっていう、そういった発想ができる場合もあると思います。それがエジソンですね。発明王エジソン、最高の成功者。彼は1000回の実験で白熱電球、これを生んだんですけど、発明したんですけど、ジャーナリストにその時に999回失敗して辛かったですかって書いたら、失敗じゃないんですよ、それはそれではないということを知るための成功へのステップだったんだと。失敗とはそれが成功への道じゃないってことを知る成功へのステップなんだって考えたんですよね。だから価値観がさ、こう固定的だと、お金儲けならなきゃダメだと、イケメンじゃないとダメだと、それから学力なきゃダメだと、そして音楽だとこの音楽の分野でスターにならなきゃダメだとか、そういった感じで幸福っていうか目標っていうのが柔軟に変更できないじゃないですか。自分の個性が一体何にあるのか、自分はスターなのか、それともそうじゃなくて黒子という個性があるのかと。そのスターが良くてそのなんかサポーターがダメだとか、プレイヤーが良くてサポーターがダメだとか、そういうことはないと思うんですよね。なぜかというと両方なきゃいけないわけじゃないですか。上の人って下の人がいるから上の人がいてですね、そういったことです。上も下も役割であって、それからプレイヤーもサポーターも役割であって、自分が最初に抱いたその目標から、それができなかったことを踏まえて、なんかそこから発生してくる新しい自分の役割みたいなのを見出すって感じですかね。まあここに100個のですね玉があって、それが袋の中に入ってて、その中の一つがその白で、あとはみんな99個は黒だって。幸福になる人、エジソン的な人は100回玉をですね取り出して、そしたら必ず白が来るってことですね。そこまで諦めないと、黒を取って出してはそのあこれじゃなかった、黒を出してあこれじゃなかった、あ黒じゃなかったこれじゃなかった、一歩一歩前進しているって言いますね。そういう考え方です。これはいい考え方なんやかなと私は思うんですね。